さんこんばんはのは、日曜日というのによく頑張るのだ。明日からまた楽しいお稽古なのら。今日はオーシャンゼリゼをコード奏で弾いてみます。合いの手おかずを入れてみたり、遊びながらコード奏で弾いてみるととっても楽しい曲です。ウキウキお買い物をする、そんな楽しい曲で弾いてみましょう。オーシャンゼリゼ。コードで弾いてみるとおしゃれなジャズ風になります。ほんの少しのことですが、最後テンションコードを活用してみるとおしゃれな曲に変化します。テンションコードを活用してコード奏で弾けると演奏の幅も広がります。